はい、福岡市で唯一の慢性腰痛専門整体院復活副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントやエラーを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、今日はですね、月に1回うちで開催している健康教室がありました。はい、で、まあ、その中でですね、まあ、患者さんからいちごですね、いちごだったりとか、あとは、まあ、いつものようにこうスタバですね、スタバのコーヒーをいただいて、はい、ありがとうございました。僕ね、もういちごが大好きなんですよ。あのストロベリーサンデーとか、ベリーベリーなストロベリーなんとかとか、そういうですね、文字を見るともうなんか幸福ですね、幸せ気分になるので、本当いちごが大好きなので、あのいただいて嬉しいです。ありがとうございます。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、鼠径部が痛いとか、あるいはですね、座骨神経痛ですね、横に倒した時に足が、お尻とか、すねの方が痛くなってしまうだったりとかですね、あと朝起きる時に腰が痛いとか、いう方はですね、ぜひ見ていただければと思います。はい、で、まあ、そういった症状っていうのがですね、何が引き起こしているのかっていうと、もう皆さんご存知のです、ご存知のこの大腰筋って言われるこのお腹の筋肉なんですよね、この青く光ってる。で、今日ですね、お伝えしたいのはここじゃなくて、このですね、付け根の部分なんですよ。はい、この部分、はい、おお、どこだ、はい、今青く光ってるとこですね。はい、実はちょっとこの筋肉邪魔なので切りますけど、このお腹の筋肉っていうのはですね、股関節の内側ですね、大腿骨の内側、これはいらないな、はい、ここら辺、太ももの筋肉じゃなくて、ごめんなさい、足の筋、骨の内側にこうやってついてる筋肉です。はい、で、いつもお伝えしているので、お伝えしているのはこの筋腹ですね、こっちの方をお伝えをしてるんですけど、実はですね、ここがこの付け根の部分が硬いせいで腰痛がなかなか取れなかったりとか、あとなんかちょこっと残ってしまう座骨神経痛が出てしまうっていうことがですね、起きたりとかします。で、今のですね、小天使って言われる、付け根の部分ですねが痛くなる人の姿勢としてはですね、反り腰になっている方が非常に多いですね。反り腰、ちょっと見せますけど、こういう風な感じで反り腰にこうな、こういう感じですね、感じでぷくってなってて、お尻がですね、こう硬い、なんか張ってるような感じですね、の方は結構この小天使っていうのが原因で反り腰になってることが多いです。結構このですね、内側なんですよ。で、恥骨筋とかって言われる内転筋とかですね、いっぱいあるところのもっと奥にある部分なので、結構自分じゃ触りづらいってところがあります。ただしそこをですね、しっかり伸ばしてあげたりとか緩めてあげると、そういった鼠径部の痛みですね、股関節のコマネチの部分の痛みだったりとか、朝起きる時の腰痛だったりとか、お尻あるいは足の方の座骨神経痛っていうのも改善されるケースっていうのは多々ありますので、まあ、今からですね、お伝えするストレッチ方法っていうのをあなたにもやっていただければと思います。はい、で、やり方なんですけども、まずですね、はい、まあ、ベッドだったりとかお布団どっちでもいいんですが、緩めたい方、あなたが右側をですね、緩めたいのであれば右側を後ろ足で、左側をこうやって前に出すんですけど、前から見るとですね、こんな感じですね。はい、まあ、なんか野球のキャッチャーみたいな感じですね。はい、こうじゃなくてこっち側です、伸ばしたい方はですね、ちょっとこうやって倒します、倒す、で、こういう位置関係ですね、こういう位置関係、ちょっとこっちの方が前、揃えないように気をつけてください、前ですね、で、こういう感じ、はい、で、この状態を作っていただいてですね、足はこんな感じですね、はい、横から見るとこんな感じ、はい、で、作っても、この感じ作ってもらったら、こっちにまあ体重をかけるわけですよ、こっちに。そしたらこの辺が伸ばされるわけなんですけど、そこでちょうどですね、この付け根の部分ですね、ちょうどこの鼠径部、コマネチの部分のちょっと下ぐらい、コマネチの部分の指2本分か3本分ぐらい下の部分、この辺を伸ばしていきたいので、そこがですね、伸びるような位置っていうのを自分でこうやって探してみてください。はい、どこが伸びるかなっていう感じですね。で、僕の場合このポジションは伸びますので、この場所で伸びたら、こういう風に手を軽く下に置いてもらって、この状態でフラフープを回すみたいな感じで腰を回してあげてください。フラフープですね。横から見るとこっからこうなってて、こういう感じ、はい、
この状態で深呼吸をしながらですね、フラフープっていうのを、まあ、30秒から1分ぐらいずっとやっていただくと、これはしやすくなると思います。どん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 、最初は痛いかもしれないけど、はい、でやってもらって、その後にですね、立ってもらって、まあ、お辞儀だったりとか、あるいはですね、反る動作ですね、その動作とか結構しやすくなってるんじゃないかなと思います。まああなたがいつもですね、出てる症状っていうのが少しでも緩和するのであれば、今のところが原因でその症状っていうのが出てますので、今のストレッチっていうのを1日にですね、まあ多くて、10回ぐらいかな、まあ5回は最低でもできるといいんじゃないかなと思いますので、ぜひ一度やってみてください。もう一回やり方まとめていくと、キャッチャーみたいな感じで、これ前後ですね、前後、こっちが前、こっち後ろで、体重をこっちにかけながら、まあ、体をちょっと体重をですね、ちょっと前にこうやってかけた状態で、さっきのコマネチから指3本ぐらい下のところが伸びるような場所っていうのを見つけてもらって、それが見つかったらフラフープを回すような感じですね、はい、これでストレッチをしていくってことをやっていただくと、症状改善するんじゃないかなと思いますので、ぜひ一度やってみてください。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対するヒントやアイデアをお届けしてますので、まあ、おそらくこの辺に私の顔マークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あれはですね、慢性腰痛を治すための本、こちらありますので、興味がある方はダウンロードして、腰痛改善に努めてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。